1> 第1航空隊、第1航空隊、第1航空隊及び1942年、昭和17年11月1日に解消した第752海軍航空隊、第752海軍航空隊は、日本海軍の部隊の一つ。特設の陸上攻撃機部隊として、太平洋戦争全期間で爆撃、攻撃、偵察行動に従事した。 太平洋戦争前から編成された立航隊の中で唯一終戦まで断絶することなく部隊を維持した航空隊である。なお、一空の現代である台湾新築飛行場には連製航空隊として新築海軍航空隊が設置されたので、本校にて合わせて述べる。日中戦争において海軍は6個陸上攻撃機航空隊を編成し、 中国奥地への爆撃を交代で実施していたが、台米衛星を考慮して、陸上攻撃機部隊の増強を図ることとした。そのため、内南洋紹会、敵艦隊迎撃を念頭に置いて編成し、1941年4月10日、新築飛行場で開けたいした、第4艦隊第24航空戦隊に編入。定数、96式陸上攻撃機36機。 96式艦上戦闘機24機。編成後の訓練を終えると、5月24日、千歳海軍航空隊と共に内南洋に進出し、6月末まで実地訓練を積んだ。7月25日中国大陸の奥地爆撃を強化するため、観光に進出、102号作戦、重慶、生徒爆撃20時。9月1日新築に帰還。 第11航空艦隊第21航空船隊に移籍。フィリピン進攻作戦の先兵として一空、高尾海軍航空隊、台南海軍航空隊、第6航空隊を要する強襲部隊として、第21航空船隊が編成された。1941年12月1日海戦に備え台南飛行場に移動、戦闘機隊はすべて台南海軍航空隊に譲渡する。 12月8日、海戦、高尾空、台南空と合同し27機でクラーク飛行場を爆撃。以後、7回にわたり、台南よりフィリピン各地を爆撃。12月16日、カノヤ海軍航空隊の香港爆撃に協力。12月18日、リンガエワン上陸部隊船団を護衛。12月26日、バターン半島。 コレヒドール島への集中爆撃を翌年1月6日まで実施。1942年1月セラム、ジマアンボンセレベストをケンダリに進出する。乱ン攻略が進む中、米豪分断のために、外内洋の拠点としてラバウルを占領し、強化することになった。マーシャル諸島に展開するチトセゾラの派遣が困難なため、一空が変わって、 ラバウル航空隊の講師として派遣されることになった。1942年2月20日トラック諸島に向け、アンボン発。22日に、2月23日ラバウルに偵察機3機を派遣。2月24日前日に、ウェイク島が空襲されたため、10機をルオット島経由で、ヤルート環章太郎ア飛行場に派遣。2月27日ポートモレスビーを爆撃。以後、 10回にわたり、ニューギニア各地を爆撃。1942年3月5日ラバウルに進出。3月8日、ラエサ・ラモア攻略作戦発動。17日に、完成するまで、支援活動に従事。4月1日24航戦に、復帰、11公艦に転入。戦闘機体を再編。千歳空のラバウル派遣計画は、 千歳空と高尾空から捻出した機体による第四航空隊で実現することになり、大役だった一空は編成当時の目的であった内南洋紹介の任務に就くことになった。1942年4月4日ラバウル発、10日までに太郎空き、4月18日ドリットル隊追撃、快適せず、5月31日ミッドウェー島攻略作戦の事前偵察を開始、 作戦失敗、撤退まで継続。8月7日ウェイクに18機派遣。マーシャル諸島各地で対戦相当、戦果なし。8月17日マキン島に敵上陸。偵察及び銃撃に立候24、戦闘機4を派遣。8月26日ナウルオーシャン攻略作戦発動、爆撃支援。8月30日戦闘機隊をラバウルに派遣。 航空母艦大高で輸送。九月十四日、標的艦や風、タロアに到着。十日間にわたり対艦爆撃訓練を実施。十月十五日米巡洋艦ポートランド、タラワ島に艦砲射撃。9機で追撃するが快適せず。九百四十二年十一月一日、第七百五十二海軍航空隊に解消。十二月二十七日二十四航戦の。 機関命令により、木更津飛行場に向け、ルオット発、1943年5月に、ラバウルへ進出することを目標に、搭乗員の技量工場と、一式陸上工芸機器への機体換装を図り、再編作業に従事することとなった。それに伴い、本州東方会場の平時紹介が実施された。しかし、ラバウル進出を目前にした、昭和十八年五月十二日、 アッツ島に米軍が上陸したため、752空は支援のためにバラムシル島に進出した。1943年5月13日、アッツ島爆撃のために出撃するが、農務のため断念。5月18日第12航空艦隊を、新編、24構成を編入。5月23日アッツ島を爆撃。29日の玉砕まで実施。 7月19日バラムシル島に敵機襲来。木更津に撤退。1943年11月20日、タラワ島の地上戦が始まった。直前にトラックへの進出が決まっていた752空だが、予定を繰り上げてマーシャルに進出した。しかし、タラワの救出はならず、マーシャルは最前線の戦場となった。 1943年11月22日、木更津発。24回後にルオットき。築地、ミレジマ、マロエラップ干渉に展開。11月27日第3次ギルバート、初頭期航空船勃発。戦火なし、3期喪失。11月29日第4次ギルバート、初頭期航空船勃発。戦火なし、4期喪失。 12月4日、タラワ島を10機で空襲。12月5日、ルオット島に、敵機襲来、9機で追撃し、マーシャル諸島機航空船勃発。1944年1月30日、ルオット島に、上陸事前空襲。ルオット残留隊全滅。ミレ島派遣隊、マロエラップ派遣隊は751空用員と、共に、マリアナ諸島への脱出に成功。 2月20日豊橋飛行場で再編決定。12交艦第27航空船隊に編入。立港36機を定数とする攻撃第703飛行隊。艦航13機を定数とする攻撃台256飛行隊を編成。機体を喪失して生還した要因の一部は本土に、機関士、豊橋の再編部隊と合流して1からの、 再編作業に従事した。実戦投入に、メドがついた頃、米軍は、絶対国防圏への侵入を図り、マリアナ諸島への攻撃を起都していた。本土を拠点として、伊大島経由で、マリアナ諸島を支援すべく、1944年6月14日、伊大島に先発隊12機を派遣、6月15日27航戦と、横須賀海軍航空隊を連合し、 八万空襲部隊、八幡部隊を結成。以後、散発的に、マリアナ諸島に進出。1944年6月24日、伊王島に敵機襲来。以後、断続的に空襲のため戦力消耗。6月28日、マリアナ沖の戦団を5機で攻撃。戦火なし、4機喪失。6月30日、アスリート飛行場を4機で爆撃。 7月4日、伊央島空襲で、機体全損、作戦行動不能。7月10日、8万部隊残留勢力を再編し、第3航空艦隊を進編。752空は、定数拡大を除き変動なし。高703飛行隊は、木更津。港256飛行隊は、立山飛行場に常駐。7月23日、T 攻撃部隊結成のため、 甲703飛行隊が転出し、横須賀空から甲5飛行隊、水星隊、甲501飛行隊、銀河隊が編入。8月4日、スカベンジャー作戦で、小笠原来週の米機動部隊に対し6機で、夜間作敵攻撃。戦火なく、1機喪失。1944年10月3日前後に結航を予定した探作戦のため、 キ攻撃部隊で比較的連動の高かった攻撃第501飛行隊、銀が36機、偵察第11飛行隊、サ運6機が一時的に752空に編入される。機動部隊は目標のマーシャルに寄討せず、サイパンに寄討したため、短作戦に準ずる作戦と改め、サイパンに寄討した機動部隊を目標にした。 10月4日偵察を行うも発見せず、機動部隊は西に出動してしまい、作戦は次の月明期まで延期となるが、762空における台湾沖航空戦、人沖海戦によって探索船兵力であった T 攻撃部隊を消耗しため実現しなかった。11月15日第131海軍航空隊より、定12飛行隊を譲渡。 11月26日、佐賀12飛行隊の再運行き、第1を立て隊を誘導しアスリート飛行場を強襲。1945年2月16日敵機動部隊関西機隊、関東を空襲。752空主力は大部飛行場に対比。同日、水上艦部隊により応答へ、艦砲射撃により可動機不定。 2月19日立港4機で伊王島への強行弾薬輸送を観光、無事成功。同日、伊王島沖の水上艦攻撃を図り3機出撃、後天断念。2月20日6機で伊王島敵陣を爆撃。以後断続的に4回実施。3月5日、伊王島沖に、機雷散布。3月22日陥落後の伊王島の敵上偵察を実施。沖縄戦には、 若干の増援部隊を派遣したものの、752空の組織的活動は利用しませんで、ほぼ終了した。以後は、本土決戦のために温存策を図るものの、稼働期は不定し、活動する機会を得ないまま終戦を迎えた。多数の飛行練習生の連携を図るために、増設された、立港艦熟練航空隊の一つ。1942年。 昭和17年4月1日に開けたい。臨時編成の一空要員専用というわけではなく、同じく台湾に所在する高尾空を、しはじめ各地の航空隊の立航要員を要請した。1943年、昭和18年11月25日新築空襲で大きな被害を受けた。本土の豊橋海軍航空隊や松島、海軍航空隊が機能を強化する中、 高尾空や鹿屋空に先んじ、1944年、昭和19年1月1日をもって解散した。歴代指令、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。